ました。深谷さんどうですか。並びは決められました。一応そうですね、話して、はいはい、愛知分かれて、はい、自分と金子さんで、うん、2人で頑張ります。で、浅井さんと石田さんで、そうですね、まだ、まあ、そこは決まってないですけど、へえ、じゃあ、とりあえずみんな力出せるように、おまずこっちはじゃあ指定で並ぶということで、ちょっとやっぱ4番手回る、攻める選手はいないっていうのは、はい、その時にどうするかといったら、まあ、確かにこっちは指定でやるのが、はい、そうそう自然ではありますよね。自分が4番手勝って出たんですけど、さすがにみんなから拒絶されたんで、まあ、まあ、みんなチャンスがあるからあるようにという、うん、はい、まあ、準決振り返ってどうでした、まあ、はい、気持ち強く攻めて前に、まあそうですね、うん、でも合わせに行って出られてるんで、うん、まあ、力負けです、うん、まあ、最後は自分のコースじゃないし、うん、まあ、結果オーライっていうだけなので、うん、ま、ただ最後内側行くかなっていうのは少し狙いはあったんですね。いやもうとっさですね、最後、うん、もうバックで出れなくてかぶった時点で、うん、まあ、そこしかチャンスはないから、うん、まあ、自分の中で整ったのが2センター前だったので、うん、まあ、そこから踏み込んだんですけど、うん、まあ、まあ、こういうところしのぐのもそうですね、これからは、うんうん、まあ、結果的に決勝乗れたってだけで、うん、力負けしたので、うん、ちょっとじゃあまた本当にもう力比べのレースになりそうですし、そうですね、うん、まあ、しっかり、はい、今日の反省を生かして頑張りたいです、うん、はい、まあ、サマナイトは、まあ、勝てば一昨年とそうですね、あれで2回目になるんで、みんなチャンスがあると思う、うん、しっかり頑張りたいです。ありがとうございました。